どうも、ニートの桃子です。本日はですね、この私がですね、スイーツを提案 しようと皆さんに、スイーツを作っていこうかなと。そして、スイーツ蒸しケーキ、これを使って、ティラミスが作れるという情報を、得得しましたので、今回やっていこうかなと。で、今回必要になる材料なんですけれども、まずこの、とりあえず、皿、盛り付けの皿と、これ何使うかって言ったら、クリームな、生クリーム、シャカシャカするのに使う。で、今回、ティラミスの上にかける、このコーヒー。コーヒーとココアパウダーと、で、このホイップ。これをここにぶち込んで、まあ、シャカシャカやる要領。まあ、じゃあ大体15分くらいで生クリームになるけど、まあ、そんな感じで今回やっていこうかなと思っています。はい。では、まずはですね、単純かなのホイップを作っていこう。今回、100円ロートを入手しました。見えますでしょうか。このようにして、生クリームとカスでやろう。この、まず、最初ね、生クリームの液状なんだよね、こうやってね。じゃあ行きます。これもあとひたすらかき回すだけ。このようにして、徐々にクリーム化していくのがわかりますでしょうか。徐々にクリーム化していきます。はい、ということで皆さん、ホイップの方が完成いたしました。このように、見事に波を打ってます。この角が立つという表現がまさにふさわしい。このホイップクリームが完成いたしましたということで、ね、この俺の、これが完成したということで、ひとまずこういった置いといて、まずそしたら次このメインディッシュとなる、この、北海道チーズ干しケーキ、100円予想で買ってきました。おぉ、そしたら、開けていきます。この1枚を3つにスライシングしていく。いきます。まずは1枚。このように。わかる？で、さらに、もう1枚。もう2枚か。こんな感じでスライシングしていきます。ちょっと形が崩れちゃいましたけど。スライシングしていく。で、これちょっと置いといて、中の1枚、中に使いたい1枚を、これでも上に持ってきたいよな。いいや。これ、ちょっとボロボロになっちまった。ボロボロになっちまったけどさ、これ、まずこの中の、中に使いたいやつに、プロの入れるコーヒーを参照していただければわかんないですけど、あれで作ったコーヒーをちょっと湿らしていきます。このような要領で。わかります？浸していきます。で、残りの、まずこいつらに、いくんですね。ほら、嘘、ほら。めっちゃ嘘でしょ、これ。こんな感じで、ドロってかけていきの、そして、こちら先ほどコーヒーを浸した中央、コアになる部分ですね、いわゆるティラミスの今回。コアになるティラミスを上に乗っける、コーヒー。さらに、このコアになったやつにも、ふんだんに生クリームを、紡いでいきます。生クリームを紡いでいきます。そして最後の一撃、この北海道のね、この刻印がね、決められたこのスポンジをさらに上にグワッてもう豪華に乗っけて、この上を北海道が残るようにして、北海道をね、包み込むようにして、このね、雪国をこのね、オホーツク海のようかのようにね、この雪国をまとう雪のようにね、こうやってもう、ふんだんにかけていくわけですよ、これね。おー。はい。完成いたしました。いや、まだ完成じゃありませんでした。最後、お待ちかねの、ココアパウダーを、これも、かけていっちゃうんです、皆さん。あ、北海道が、あ、ほら、北海道が、ほら、あ、北海道が沈んでいく、あららららら、北海道が沈んでいくね、これ、うわぁ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 、そう、うそ、あぁ、ということで、はい、完成しました。はい、北海道のチーズ蒸しケーキで作りました、ティラミスです。
じゃあ早速ね、こちらをね、食べていこうかなと思っています。中に、やっぱりコーヒーを染み込ませてあるからめっちゃうまそう。ほら、こんな感じ。わかる？いきますよ。うわっ！これ、あれだわ。一発1500円ぐらいで売れるわ。マジでうまい。超うまい、これ超絶うまい。ただ、チーズの味がもう効いてるから、そこまで甘くなくてよかった、ホイップは。で、ここはパウダーがいい感じにこのなんか味を調和させてて、めっちゃうまい。うん。これはぜひとも皆さん、作ってみてください。はい。では、北海道蒸しケーキで作るティラミスでした。皆さんありがとうございました。